次、そして京セラドームにお集まりのホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは勝ち越しのツーランホームラン、今宮健太選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。さあ、手に汗握る同点ゲームの中、最後は自らのバットで勝利をもぎ取りましたね。もう大チャンスだったので、何度かバットに当てれば1点入ると思ってましたし、今まで、ね、散々チャンスで打てない中でもファンの皆さん温かい声援を送ってくれましたので、何とか期待に応えられてよかったです。さあ、そして捉えた打球は逆方向へと運んでいきました。手応え、感触としてはどうだったんでしょうか。打った瞬間、犠牲フライはいけると思いましたので、まさかホームランになるとは思ってませんでしたけど、ファンの皆さんの声援のおかげです。ありがとうございます。さあ、最後は一気に畳みかけて、終わってみればチームは13アンダー8得点。今のチームの雰囲気、今宮選手にどう映っていますか。いや、僕が全く打たなすぎてチームがいっぱい負けたことがありましたので、ここからチームのために精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございます。今日のヒーローは今宮健太選手でした。まあ、9回はランナー3塁という場面で、まあ、バットに当てればという、ね、ケースではあったと思うんですよね、はい、ただね、はい、反対方向に、本当に